realizes, I have no chance either. As quick as Shohei Ohtani gets down the line. Lineup, no Shohei Ohtani. He'll be available, of course, to pinch hit Fletcher and Hefo Gosselin. La Strip relatively close to home, just an hour or so south to San Diego for the first of a two-game series with your Los Angeles Angels and the San Diego Padres. Tonight's game is presented by your Southern California Cadillac dealers. Fastball well off the inside part of the plate, back up the middle. Kim knows he has no chance at all to make the throw. Flips it over Cronenworth, and he realizes, I have no chance either. As quick as Shohei Ohtani gets down the line. Nice moment before the game. Two Japanese-born stars exchanging greetings before the game tonight. Yu Darvish, who's tomorrow's Padres starter, and Shohei Ohtani. Players just love to hear that one. Right. By the way, how big are Shohei Ohtani's shoulders? Yeah. Darvish is going, wait a minute, let me move a little bit so you can get that arm around me. Those shoulders are gigantic. Yes. Ohtani to second. Did he keep his foot on the base? One bounces away from Nola. Wild pitch puts Ohtani at third. はい、皆さんおはようございます。今日は9月7日ラッキーセブンでございますけれどもね、火曜日なんですが、昨日のおさらいから簡単に申し上げます。昨日のおさらいといってもね、エンジェルスは残念ながら負けまして、今68勝70敗になっております。やはりね、勝てない、打てないと勝てませんのでね。まあ、ハイメバリはいいピッチングしましたよ。オタニさんは残念ながら4打数、0アンダーでございました。悲しいですね。これ大きな声言いたくないんですけれども、今ね、オタニさんは少しね、やはりね、打ててないんです。ボールがね、すぐ速いボールが内角に来ましたけど、3回ですよ。3回も三振。4です。3球三振でしたよね。何が問題なんだろうね。その辺はちょっとアジャストしなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえずそういうことがあって、少し休みが必要かもしれないですね。こんな感じでしたよ。バリアさんがですね、7回まで投げました。7イニング。で、ここ見ますと、1点取られて、2点取られて、3点で、まあ、彼降りましたよね。で、最後にまあ9回にはまた、このワンさんが自責で行ってあげて、4対0。まあ、木工がヒット10個、タイミングよく10個を打ったんですね。で、こちらは 5ヒットなんですけども、やっぱりね、ヒットしてもタイミングが良くないとやっぱりね、ダメでしたよね。とにかく、4対0で、負けましたね。シャットアウトされましたということになりますけど。それで、まあ、じゃあ今日はどうするかということですよね。はい。今度変わってですね、サンディエゴパドレスですね。なんか明日、ユーダービッシュが投げるらしいんですけども、大谷さんが今最近打ててないから、しかも今日のピッチャーはですね、左利きでございます。このピッチャー。このピッチャーは左利き、名前がね、ブレイク・スネル。このブレイクスネはいいピッチャーなんですね。そして、7勝5敗してますけど、この肩が左が上げるし、大谷さん、で、しかも、パドレスっていうかサンディエゴに行かなきゃいけないんですね。で、ナショナルリーグのルールでやるから、DH 制度がない。で、大谷さんがライト守ればもちろん打てますけど、まあ、あえて、多分コーチが大谷さんに休みということで、最後にまあ、ちょっと出てくる可能性がありますよね、ピンチヒッターで。とにかくベンチスタートになりますよね。今の流れでからいくと。ということで、こちらはまだ若手、新人、この間ね、投げましたね。パッキー・ノートン。
パッキー・ノートンって言うんですかね、カタカナでパッキー・ノートン。パッキー・ノートンは、パトリックなんですけど、パッキーって言われてるんですね。これはこの間投げて彼は0勝1敗ということで、まあ、今日どうなるか楽しみですけども。そしてそうですね、この2日間がね、1勝取ってほしいね。テキサスには2勝2敗五分五分でした。大谷さんのおかげでね、1回この大谷さんで勝ったから。大谷さんはこの辺で投げるのかな、こう長かりとこうオークランド、シアトル、この辺で投げる可能性がありますけどとりあえずサンディエゴ、今日はカリフォルニア時間の7時ですね。7時になるとほとんどね、7時まだ3時間4時間かかるからね、8、9、10、10、まあ夜の11時から12時までになる可能性があるんですよね。さっさっさっとうまくいかないと。ということでこれも楽しみしたいと思っております。まあカリフォルニアということは、僕はもうアーバインシーからお送りしてます、コーチアレックスでございますけれども、日本の時間はちょっと違うので大変だとは思いますが、よろしくお願いいたします。さて、ということでこちらですね、この彼が投げますね。ここはハメバリアのパッキーノートンですね、彼は。はい、で5月7日火曜日ですね、今。はい、でこの辺が大谷さんがいないということで、僕はここにね、ベンチはここにしてるんですね。彼はベンチにいます。そしてエザート時には大体7、8回しか出てこないと思うんですね。しかもピッチャーが右だといいんですけど、大谷さんは残念ながら左ピッチャーに弱いですね、今の流れいくと。で、打つ方も弱いんだけれども、ピッチするときも左ピッチャーに弱いんですよね。で、その辺をちょっと工夫して、内角に投げるときに、スライダーなど内角に投げるといいんですけど、どうしてもね、内角から入って、パッと真ん中に入っていくとホームランを打たれてしまうんだね。その辺はどうなるか。まあ、とりあえずこんな感じで、ここにどうするか、まだね、朝なので、誰がですね、こう来るか分かんないんですけど、まあ、間違いないのはですね、向こうは左ピッチャーだから、右の人が出てくるだろうと思うんですよね。レンギー4とか、まあ、キュルガスリンがここに来るか、彼も左だからどうなるか、変えられる可能性がありますね、彼も左だから。まあ、どうなるかね、その辺がちょっと、後ほどまたお送りしますので。はい、ということで、今日はもう簡単ではありますが、こんな感じですね。大谷さんが、まあ、ですから先発じゃないと思うので、まあ、どれともピンチヒッターで出てきてにホームラン打ってくれないとね。でね、このフェルナンド・タティスもね、今ここのサンディエゴ・パドレスにいるんですけども、他いろいろ頑張ってきてるので、40号とかもう2、3人ぐらい40号打ってますね。42号打ってるもんいるか。だから大谷さんが頑張らないともう追いつかれちゃうんで、その辺もちょっと悲しいんですけど、まあ打てない時あるからね、必ずね、野球っていうのは。だからやはりね、大谷さんが、ただあと私が思うのは、いつもね、4打数2安打技ありヒットないんですよね、ほとんど。もう全部ね、左側の引っ張ってるから、引っ張ってればもうどうしてもね、もうシフトに合ってしまってるんですよね。三塁側空いてるんだけど、その前にねちゃんとね打ってるんですよ。バントもしてるから最近しないですね。どういうわけか、まあみんながねホームラン見に来るっていうことは分かるけれども、なんとかしないとね、このままじゃちょっと悲しいですね。まあ、大谷さんはいつもバウンスしてバーンとまたやってくれるので、とりあえず大谷さんが今日はピンチヒッターでホームラン、ピンチヒッターでヒット、ダブル、トリプル、まあね、とにかく打てないと大変でございますということで、こんな感じでしたね。パッキーも頑張ってほしいですね。パッキー君頑張れーという感じでございますけどね。そんな感じですか。はい、ということで、See you later, alligator. See you later, alligator. それでは、後ほど。